ドジャースと10年総額7億ドル、約1015億円のスポーツ史上最高額の契約を結んだ大谷翔平選手、29、だが、果たして彼の手元には一体いくら残るのか。また、相棒として知られる専属通訳の水原一平氏、38の年収はいくらになるのか専門家に聞いた。写真を見る。 大谷を虜にした地元放送局女性レポーターアスタリスクアスタリスクアスタリスク。まず日本における国税に相当する連邦個人所得税が37%、それに大谷が住むカリフォルニア州政府からも州税12.3%が課税されることになります。と解説するのは日本人大リーガーにも愛読者が多いメジャーリーグ完全データ選手名官の執筆者で、 スポーツライターの友成那智氏。平均的な修税は5から6%ですが、カリフォルニアは他より重いことで知られています。それに加えて MLB の選手は遠征で他州に足を運べば、そこからも修税を取られるなど計算がややこしい。大谷の場合は代理人のネズ・バレロ氏が処理してくれると思いますが、MLB の規定では彼のような代理人にも手数料として5%。 契約金の総額では約50億円を支払わないといけません。火星大 MLB 選手の8割が引退後5年で自己破産。ゆえに大谷選手は年俸の55%強。お差し引かれることになる。実際、庭契約総額の大半は後払いで、年俸は約2億9000万円となるのだが、10年間の働きに対して1015億円であることに変わりはない。気になるのは、 米国内では折に触れて、火星大 MLB 選手の8割が引退後5年で自己破産、と報じられていることである。現役時代の派手な暮らしが忘れられず散在したり、怪しげな投資話に手を出し大損したりする話は枚挙にいとまがありません。挙句に離婚で慰謝料をがっぽりと取られるケースもありますね。球界のみならずアメリカンフットボールやバスケットボール、ボクシング界でも同様で、 日本で馴染みのあるスターで言えば、1試合10億円を稼ぐ男として知られた元ボクシング世界王者のマイク・タイソンが自己破産しています。スポーツ指揮者、しかし現実的には、いくら仮想通貨の CM に出ていた過去があるとはいえ、大谷選手が投資に熱を上げる姿は想像できず、彼とは無縁の話だと考えた方がいいだろう。大谷選手の渡米後、 一心同体で行動を共にしているのが専属通訳の水原氏だ。監督やチームメイトとの間に立ち、私生活でもサポートしてきた一平ちゃんだけに、ドジャースへの移籍も規定路線だという。もともと水原氏はエンゼルスと通訳の契約を結び、現地での生活が不慣れな大谷選手とも個人契約を交わしているそうだが、今回の巨額契約で報酬は大幅アップとなるのか。 前室の友成氏に聞くと、一般的に優秀な通訳の場合、松井秀樹の通訳だったロヘリオ・カーロン氏は、8万ドル、1150万円前後、プラス地方遠征手当などが支給されていました。また MLB の監督の年俸は意外と低くて、大多数は100万ドル前後、コーチも大物なら70万ドル前後はもらえますが、それ以外なら20から30万ドル程度ともっと低くなる。 以上をベースに考えれば、水原氏とて15万ドル、2000万円強がせいぜいではそれにしても、これだけの巨額契約について、厄かみなどの声は一切聞こえてこず、どこか爽やかさすら感じられるニュースとして扱われているのが人徳というものか。12月14日発売の、週刊新潮、では、1000億円の想定される使い道などについて詳しく報じる。